どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。ゴエモンジャパン VS 感謝ということで、皆さんご存知だとは思うんですけれども、こちら対戦特化のクランということで、 YouTube にてホッシーのクラクラ実況というですね、まあ、ホッシーさんのクランですね、まあ、皆さんご存知だとは思うんですけれども、今回日本戦ということで戦わさせていただきました。まあ、タウンホール10が25人ということで、今回見てもらえば分かる通り星2で全部埋まっております。そしてうちのクランもですね、星2で埋めていきつつ、最後の最後にですね、こちら全開を取ることができました。こちらビンゴさんのリプレイとなっております。ですね、やっぱりこの陣はやはり全開対策陣ですかね、なんですけれども、やはりインフェルノタワーがレベル1ってあったりとか、まあクロスボウレベル3ですねとか、まあ防衛施設がちょっと低かったから取れたのか分かりませんけれども、早速見ていきましょう。編成は5ワイプハイブリッドとなっております。この元祖ハイブリッドですよ。見ていくことにしましょう。まずですね、4時方向ゴーレムを1体出して、そこからですね、壁の中のアーチャータワーと大砲をターゲットするようにウィザードを出しております。そしてアーチャークイーンもしっかりとサイドカットに加わらせて、ジャンプの呪文、そして送らせてゴーレムにターゲットが集まったとのを見てからですね、バーブリアンキングを投入しております。そして相手の援軍にラバハウンドが入っているんですけれども、このようにラバハウンドが入っているとアーチャークイーンのターゲットがこのように全部ラバハウンドに持ってかれてしまうんですね。それが嫌なんですけれども、やはりそのインフェルノタワーレベル1ということで、そしてバーブリアンキングレベル40ということで、しっかりとターゲットをですね、アーチャークイーンが取られているんですけれども、バーバリアンキングでしっかりと押し進めていくという攻め方ができております。そしてゴーレムが殴って、対空砲を破壊したのを見てからラバハウンドを遠目に出します。このラバハウンドを遠目に出す理由はですね、皆さんご存知だと思うんですけれども、しっかりと赤風船を回収してますね。このように出していきます。そしてバルーンとラバハウンドを時計回りに回していくと、まあですね、こちらはい、ちょっとバルーンがターゲット取られちゃったりしていますけれども、しっかりとね、うまくて、そして、フリーズの呪文もしっかりと対空砲とインフェルノタワーをターゲット取っています。やっぱね、ヘイストの呪文がですね出たことによって、もうなんか呪文にね、こう余裕がで生まれるんですよね。この時点でこの量のバルーンですよ、この量のバルーンがいて、さらにラバハウンドが1体残っている状況でこの量のバルーン、そして全体を見てみると、全体的にパピーが広がっていると。そしてですね、アーチャークイーンがまだクローク、今タイミング使いましたけれども、クロークを残しているタイミングで最後までアーチャークイーンが残ってくれて、アーチャークイーンがなんと対抗破壊。これね、まあ今の偶然だろうとか思う方いらっしゃると思うんですけど、まあまあ今のは偶然だとしても、このバルーンの量ですから、いやこれは凄まじいリプだなと思いましたよ。やっぱりね、ビンコさんはもっとタウンホール9の時代からゴエモンジャパンにいて、そこからこうタウンホール10になりたての時は結構ね、厳しかったんですよ。まあしかしね、こうしっかりとヒーローも40-40になってからも、本当エースと言っても過言ではないですね。はい、ということで今回はゴエモンジャパン VS 感謝、あとですね、ホッシーさん、そしてホッシーさんのクラン、感謝さんのクラメンの皆さん、本当に皆さんありがとうございました。まあですね、もうこのようにして日本戦とかでね、しっかりとこう通用するクランにねしていきたいと思います。ということで、ぜひとも皆さん今後ともよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。